ごめん、急に呼び出したりして、去年の春先、君に届いた手紙を覚えてるかな？ごめん、最初は君に会うつもりだったんだけど、直前で考え直して、私は人から干渉されるのが大嫌いな人間だから、もしかしたら君にはとんでもなく迷惑なことかもしれないって思ったんだ。そのことにすら直前まで気がつかなかった自分にも驚きながらね。君に伝えなきゃいけないことはもう一つあるんだ。私は君のことが好きなんだ。最初は君に自分の気持ちを伝えることすら迷惑だって思ってた。でも考え直したんだ。この気持ちだけはちゃんと君に伝えようってね。迷惑だよね、こんなこと。君も私を好き？本当に？そうしたら不思議だけど星が流れた。君のこと忘れようと努力したんだ。でも思えば思うほど好きになってる自分に気がついた。だから無理に忘れるのはよそうって考え直して、それからはこんな風に分かり合える日が来てほしいっていつも願ってたんだ。君が好きだよ、誰よりも、この星の何よりも。私もこのまま君と一緒に東京まで行こうかな。嘘だよ、君の迷惑にはなりたくないしね。ありがとう。春まで待ってて。きっと私も東京に行くから君を追いかけてね。ううん、もうおしまいにするよ、最後の東京行きでね。だってやっと大事なものを見つけることができたんだから、もう旅する必要もないしね。きっと私は君と、君の心ともう一度出会いたくて旅をしていたんだと思うんだ。今ならそれがはっきりわかる。だからもういいんだ。そうだ、これを持って行って。うん、お守り代わりに君に持っていてほしいんだ。いつでも電話してよね。私はもうどこにも行かないから。それじゃあ気をつけて。またね。
やあ、元気？私は今、星空の下でこれを描いているよ。一人、満天の星空の下に立つと、君のことを思い出すんだ。君がそばにいてくれた、あの時のことを。山本です。こんばんは。夜分遅くに失礼いたします。今日はあなたに伝えたいことがあってきたんです。ユウのことなの。今日、部屋の前に観葉植物の鉢がありませんでした。それ、ユウからなの。ユウは、明日ペルーに立つんです。どんなに聞いても、話してくれなかったの。あなたなら知ってるかと思ったんだけど。明日、空港に行ってあげてください。ユウはこのままあなたと別れたら、きっと後悔することになると思うんです。ユウを、お願いします。私からもお願い。ありがとうございます。それでは、もう遅いので失礼させていただきます。大丈夫よ。若菜は今日は私の部屋に泊まることになってるから。うん。じゃあね。ユウのこと、よろしくお願いいたします。ただいま、電話に出ることができません。発信音の後にメッセージを入れてください。
確かめたいんだ。彼が消えたあの場所に行って、私が感じた真実の運命って永遠って何だったのか。自分のこと、星の歌の聞こえる場所で答えを見つけたら、そしたらきっと。やあ、元気？私は今、星空の下でこれを書いているよ。一人、満天の星空の下に立つと、君のことを思い出すんだ。君がそばにいてくれた、あの時のことを。私、行けなかった。君を残して行けなかったよ。君は彼じゃないのに。なのに分かってた、君が好きだって。だから逃げようとしたのに、自分の気持ちから。でも追いかけてきてくれた。それじゃ逃げられない。もう私、君から逃げたくないよ。今の心で光る想いで
ずっと一緒に星の歌を聴けたらいい。